皆さんこんにちは、木下夏実です。あっという間にもう11月が終わってしまいますね。そしてあっという間に12月になりますね。もう後ろの背景とかもちょっとすでにクリスマス仕様になっております。12月といったらやっぱもうイベント音がたくさんあるっていうイメージがありますね。そして雪が降ったらいいなって思ってます。もう雪が積もったらね、雪だるま作りたいです。それでは木下夏実の食レポスタート。今回私がご紹介するのはこちら、おやき屋さんの地上の星というお菓子です。パッケージからしても黄色で星をイメージしているんですね。見てください、星とかこういう可愛い絵柄がプリントされていて、とってもちょっと楽しい気持ちになります。一度も私食べたことないので、ちょっとどんな味なのかすごい楽しみです。早速開けていきましょう。中には白い箱が入ってます。でこういう風に開けるところがありますね。オープン、じゃじゃーん。おー、中にはふんふんふん、地上の星のお菓子の説明書が入っております。ありますかね。ふんふんふん、三重県産の小麦のあやひかりと三重の安心食材認定のパイエッグを使用した生地になっているそうです。で、こちら三重県の商品をふんだんに使用して地元三重の星となるようにと願いが込められているお菓子だそうです。いいですね。三重県の星、ちょっとかっこいいですね。で中にはこのように、でこの袋もまたかわいい、お月様とお星様が散りばめられています。では早速いただきましょう。いただきます。ほうほうほう、こんなちょっとデザイン、星っぽいデザインが書いてあります。よいしょ。おー、あ、これレーズンが中に入ってますね。すごい舌触りが滑らかです。白あんですかね。でその白あんの中にレーズンが入ることによって、そのレーズンの歯ごたえが追加されて、すごい面白い食感になってます。味も甘ったるすぎなくて食べやすいです。美味しいです。あ、ちょっと改めてこの説明書を見たところ、ホワイトチョコレートも練り込まれてるんですね。
このホワイトチョコレートっていうのもきっといいアクセントになってるんですよね。いや美味しいです。もうサイズ感もすごくいいサイズですね。こう何かしてても片手間にポッとポイッと食べられるようなお菓子です。これは緑茶を飲みながら食べたら絶対美味しいと思います。ごちそうさまでした。さあ今回はおやき屋さんの地上の星というお菓子をご紹介させていただきました。いやまさかね中にレーズンが入っているとは思いませんね。とっても美味しいお菓子でした。ごちそうさまでした。え、中にレーズンが入っているお菓子食べたいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。お店の詳細は説明欄に載せておきますのでチェックお願いいたします。また私ツイッターもやっておりますのでよろしければフォローもお願いいたします。それでは最後まで見てくださり本当にありがとうございます。次回の動画もお楽しみに。